2012年3月。順調ですか？まあ、ご覧の通り、バッチリですね。もう、手がかじかんで、できないですね。でも、やらないと、重機のリースの期間があるんで、まあ、慣れたもんですよ。激しい雪の日も、そして晴れ間が覗く寒い日も、男はただひたすらに重機にまたがり作業を続けていた。栗瀬優太、31歳。彼は建設作業員ではない。湧き上がる情熱は時に人間から不安を取り除き、激しい行動をかきたてる。彼は自らの夢の実現に向け道なき道を走り始めていた。もう僕がまあ10年前15年前から宝くじが当たったらとか夢が叶うならっていうインタビューとか質問にはいつもそのユータパークを作るっていう、ユータパークとは何かと聞かれると、まあマウンテンバイクであったり BMX であったり自分の好きなコースを作って好きなだけ好きな仲間と乗るっていう。彼の夢、それは自らが描く理想のコースを作ること。それは自転車のオフロード競技 BMX の専用コースだ。そして彼が手掛けるのはこれまで日本にはなかった規模の世界レベルの BMX コース。完成すればアジアでも唯一のスケールになる。地元の後ろ盾の中で始まったコース建設プロジェクト、地域の方のさまざまな協力の中で少しずつ歩き始めた。いつも通りだね。しかし現実は甘くなかった。八ヶ岳特有の石の多い土質、そしてこの地に古くから根付く木の根っこ、標高1000メートルを超える山の中で課題を突きつけられる苦闘の日々が続いた。まあ、日々葛藤で、まあ、このバーム作るだけでもまあそうですね、これぐらいの両手でも抱えきれないぐらいの根っこっすね。140本伐採したんで、その切り株をここだけで8個ぐらいですね。8株ぐらい。もともとここは3ヶ月前まで森の中だったんで、まあやればできるっすね。どうなんのかなと思ったけど。次々と作業を進める栗瀬に押し寄せる課題や不安。それでも彼を支えているのはマイナー競技である BMX を盛り上げたいという情熱だった。しかし、ああ寒い。もうやめましょうか今日ね。これはもう無理です。路面ガールキャッタがぐちゃぐちゃで、撤収します。終了です。でもこうやって寒い時期にね、高校の時の友達が言ってくれたんですよ、いい言葉を詩に書いて。いいですかそれをちょっと聞いてもらいます。なんかね、花の咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ、大きな花を咲かすためにって、高校の時に高校の友達が、男友達が僕にくれたメッセージなんですよ。まさしくこういう時にね、それを思い出して、ここで頑張っとけばあったかい、7月8月ぐらいにみんながここに来てダート系とかね、レーサー系のライダーが切磋琢磨する場所で毎日楽しい日々が来ると思うと、顔に雪が積もってもショベルを進めようと思うわけで。ただ今日はもう一日晴れの予報だったんで、ちょっと誤算ですね。お疲れした。はい、もういいです。
タイヤサイズ20インチの小径車で行われるアメリカ生まれの自転車競技 BMX。 オフロードの自転車といえばマウンテンバイクが有名だが、欧米では BMX も変わらぬ人気を誇る自転車競技だ。そんな中、クリスは BMX にまたがり、なんと2つの種目で活躍している。1つ目はモトクロスから生まれた自転車競技 BMX レース。およそ400メートルのコースで最大8人が一斉スタートし、速さを競うエキサイティングレースだ。そしてもう一つはダートジャンプ。連続するジャンプ台で回転したりひねりを加えるなどして技の難易度を競う競技だ。クリスは高校時代から10年以上にわたり第一線で活躍している国内では数少ないプロライダーである。さらにクリスの活躍は BMX だけにとどまらない。同じくオフロードで行われる自転車競技マウンテンバイクでも3つの種目でプロライダーとして活躍している。山の斜面に設置されたコースで行う下りのみのタイムトライアルレース、ダウンヒル。4人が同時スタートで勝敗を競う競技、フォークロス。そしてマウンテンバイクでもダートジャンプコンテストに参戦している。国内ではただ一人、合計5つの種目、5台の自転車を操るマルチプロライダー、クリセ・ユータ。結果が求められるプロの世界に生きる男がなぜそれだけ多くの競技をこなすのか。そこにはクリセが追い求めてきた理想のスタイルがあった。全部僕の中ではその順位っていうのはないんで、僕の中でこれがまとめて一つの僕の自転車のスタイルになってるんで、僕も体が一つなんで全部出ることは不可能なんですけど、できる限りいろんな場所に足運んで目いっぱい僕が楽しんでるのを見てもらって、でそれをホームページブログとかで発信させてもらって、なんか裕太君のブログ見たらあの大会楽しそうだね、次のやつはエントリーしようよって一人でも二人でも思ってもらうことが今僕の中で大事なこと。自転車競技の中でも競技人口の少ないオフロード競技、クリセがトップライダーでありながら可能な限り全国に足を運ぶ活動には多くの人に楽しさを知ってもらいたいという大きな願いも込められている。そして彼はどこに行っても人気者だ。そんなクリセの活動を長年見てきた塚本隆さんは、かつてマウンテンバイク全盛期を支えたスーパースター。そんなクリセも憧れ続けた塚本さんが今クリセのことをヒーローだと語る。庶民的なスーパースターっていうかね、ヒーローだと思うんですよね。彼のジャンプにはまって本当にスポーツとして自転車を始めるっていうのをね、僕何人も見てきてるんで、そういった部分では本当僕たち のできなかったことっていうかね、をもっと広めてやってる部分はあると思うんで。多忙を極めるプロライダー業、しかし今さらに並行して行っているのがコースの建設だ。そこには国内の現状を見続けてきたクリセなりの結論があった。やっぱり日本にないレベルのものを作るですね。やっぱりいろんな理由でどこのコースもその利益を発生させてなんとかそのフィールドを維持していかないといけないっていう大きな課題があるもんで、どうしてもこう未就学年のちびっ子キッズライダーとか初心者の人から楽しめるコースっていうのが大前提のフィールドが国内の場所なんですけど、ここに関してはそういうところでできない
まあ、国内最高峰のものを作って、そこを目指す人間たちの、まあ、海外にチャレンジする前のこうステップとして、もうここでしっかり準備していけば大体のものはこう自分の中でも受け入れれるような心の準備ができるフィールドにしてあげたいなっていうのは僕らの時なかったんで。現状では難しい世界に通用する人材の輩出、競技人口が増えない BMX シーンの未来を見据え、クリスは決意の中で重機を操っていた。